吉根さん、一家の柱を預かるお父さんとしては、家族に対して出かける前にね、よっしゃ父ちゃん稼いでくるからなっていうような言葉っていうのは非常に頼もしい言葉だと思うんですよ。ただ会社に出勤した時に稼ぎに来ましたって言ったらね、やっぱりこれは見栄えが悪いので、要するに身内にかける言葉とよそ行きの言葉っていうのは同じ意味だけども使い分けていくっていうことが日本語のまあつつましさというかね、建前本音っていうところなんですよね。その建前と本音を使い分けることができるからこそ、やっぱりこううまくいくところがあるのかなと思いますし、なんて言いますかね、まあセールスマンがお客さんのところに行っていろんな商品を熱心に勧めますけども、これお客さんのニーズに合ったのはこれだと思いますよっていうのは、まあ言いますけども、本音ではこれ契約決まったら俺の給料上がるのになっていうことを抱えてると思うんですよ。でもそれは営業所ではそういう気持ちで売り上げ上げるぞ、ノルマ達成だってやるけども、お客さんの前ではさすがにやらないですよね。それはだからどう見せるかっていう演出にも関わってくると思うんですよね。まあ、ですので金儲けは悪いこととかね、いいことっていうふうに切り分けられないところがありますけども、多くの人に共感を集めようと思ったら、いや金儲けなんてね、そんなこと考えてないですよって言った方が、まあ好感度は上がるでしょうね。だから稼ぐが勝ちだみたいなキャッチコピーで堀江さんと出てきましたけども、やっぱり社会的には受け入れがたいものがあって、確かにそうなんだけども、それをお前が言うかみたいな感じですよね。心の中では思ってるけども、それをお互いに言わないつつましさに対してお互いに尊重心があった、それでバランスが取れていたのは日本のマーケットなのに、村上ファンドの村上さんも4000億円ぐらい稼いだらしくって、むっちゃ稼げましたとかね、稼いで何が悪いんだとか言ってね、もちろん悪くはないですよ。でもほとんどの人は稼ごうと思っても稼げないから、だからその言葉を稼いで何が悪いっていうふうに使わないようにしていた。つまり家の中では稼いでくるからなっていうふうにね、飛び出していくんですけども、外では稼ぎに来ましたとかね、稼ぐためにあなたにセールスをしてるんですってことは言わないのが、やっぱりこう共通認識だったんじゃないかなと思いますよね。お客さんとしても稼いで悪くはないですよと思ってますし、稼ぎたいと思ってるけども、営業マンがね、自分の成績のためにやってるんですってことを本音ぶち分けていいのかってことなんですよ。だから本音を言わないことによるつつましさと、本音をどのようにねセールストーク演出に入れてくるのかっていう、この素晴らしさですね、この美しさがお客さんの心を捉えるってところがあるんじゃないかなと思います。で今回ね、私セルシオの方を買ったんですけども、やっぱりね営業マンの方がものすごく私のことを考えてやってくれてるんですよ。でそれをいろんな言葉とか表現にしてくれるんで、いや嬉しいな、この人から買いたいなと、この人に儲けさせたいなとまで私は思いましたね。だからこの人のために俺契約を絶対に成功させたいなっていう形で取り組んでまいりました。そしてその方が窮屈を感じないように、私は車は納車はそんなに急がないんで余裕持ってやってくださいねっていうふうにお話することができたんですよ。それは一日も早く乗りたいですよ、見たいですよ。でもやっぱりそういうふうにお互い思いやる心が銭金じゃないっていう言葉にもなってくるかなと思いますんで、金のためにやってないっていうのも本音だし、金のために仕事をしてるっていうのも本音だし、まあそれがなんか10対0ではないってところなんですよね。ある時はお金のために自分の気持ちを盛り上げるし、ある時は売り上げのためとは言いながらもお客さんのためにしっかりとやっていくってことで、綺麗事もね、自分の気合のうちというか演出のうちというか、そういうふうに使い分けることが上手な方が受けるんじゃないかなと思うんですよね。時には本音で語り、時にはいやでもね、やっぱり人のためにもなっているところがその喜びですよみたいな、ね、感じがあると思うんですよ。で私も同じですよね、やっぱりね、お金のために始めたセルフバッグだったんですけども、お金が儲かること以上に目の前の人がね、わすごいっていうふうに疑いが喜びに変わる、その表情にものすごく動機づけられたところがありますんで、結果的にお金も入るけども、でも私の場合は稼ぎたい稼ぎたいって気持ちはセルフバッグを知った瞬間にどちらかというと消えてですね、喜ばしたい喜ばしたいっていうふうになったのが本音ですね。だからなんかこうあれですよね、一刀両断にできないですよね、このお金に対する感情っていうのは。だから結論を出すことはないのかなと、結論が変化しやすいんで。ただまあなんて言いますかね、日本語の素晴らしいところっていうのは、同じ意味を持ってるのにこっちの表現とこっちの表現っていう真逆な表現が用意されてるってことですよね。私のために働いてます、お客様のために働いてます、同じ意味なのにこんだけ180度違うんですよね。これが本当に私ね、日本語の美しいところだと思います。だからね、端的な言葉だけが正解ではなくって、オブラートに包んで
意味はわかるけど表現違うよねっていうところに、うん、奥ゆかしさを感じるっていうのが、まあ、ビジネスなのかなと思っちゃいますね、うん、で、まあ、吉野さんもね一般の人と感覚が違うっていうふうな感覚をお持ちかもしれませんけども、まあ、私も一般人ですからねだから特別な考えはないんですよ、ないと思ってるんですよ。だから、まあ、久保さんの発想すごいよねっていうふうにこの前もね小野沢さんとか言ってくれますし、で私がハワイで石を売るって言ったら特別なことみたいにびっくりされる方いますけども、網戸で100万とかね、私にとってみたらいやそういうことなんじゃないの稼ぐってことはっていうふうな、いわゆる私は一般の感覚を持ってると思ってるんですよ。みんなそう思ってるんでしょって、いやお金を稼ぐって目の前にあるものを工夫して手持ちのカードで強いカードに勝っていくってことなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、だからね何と言いますかね、私こそ一般人だと思うんですけども、なんでしょうね、特別な人間である意識は私もないんですけどね、取るに足りない人間だと思ってるんですけど一般の感覚とは違うっていう言葉にね別に上げ足を取るわけではないんですけども、吉田さんがね自分自身が一般の感覚とは違うんじゃないかなってつぶやいた時に俺も一般人なんだよなとかねなんか卑屈に思っちゃう自分がいたかなってことですね。私も一般人でございます何事もそんな特別な人間でもね、堀江貴文でも何でもない、孫正義でも何でもない、単なる一般人ということでね、ただ一般の中にもそういうふうなグラデーションがあるのかなってことですよね。まあ、吉田さんには気づかされることが多いなと思います。いってらっしゃい。